タレーはソマリア北東部でソマリランド東部の町、ヌガール渓谷にある。ここ数年はソマリランドの支配力が強い。ソマリア独立前にソマリ人によるダービッシュ運動の拠点があった。運動の中心人物、サイド・ムハンマド・アブドゥラハッサンにちなんでサイードの首都とも呼ばれる。19世紀の政治家、ユスフ・マハメド・イブラヒムがタレーの近くのハリに イスラム教育施設を作っている。また、19世紀の宗教家で詩人の恥ありマジェルテンが、タレー近くに学校を作っている。エイルタレーハリンジットオバリ関連地図タレー最大の要塞シルセラットの後イギリスのエリックス・ウェインは、イギリス領ソマリランド軍の指揮官として、イギリスに反旗を翻したダービッシュ国と戦闘をしていた。ダービッシュ国は、 サイドムハンマド・アブドゥラー・ハッサンが作った国で、ドゥルバハンテ氏族が主体であった。1902年に、第二次遠征を行っていたスウェインは、タレーのすぐ近くにあるハリンで、ダービッシュ国の砦を発見した。建設は、その前年のこととみられる。英国陸軍省は、スウェインがこの砦にこもっていたドゥルバハンテの、ウガード・ヒャハン氏族のナレーエアフメド氏族と、ヌールアフメド氏族を破り、 砦を破壊したと発表している。サイド・ムハンマドの軍は1904年にジットバリで一度壊滅的な打撃を受け、1905年からタレーの南東約3 0 0トルにある海岸の町、エールを拠点としていた。しかし、イギリス軍やサイド・ムハンマドと敵対するソマリ人氏族らによる攻撃が激しかった。サイド・ムハンマドはさらなる拠点の移動を決意した。 イギリス側の資料にも、ダービス国が、ドゥルバハンテ以外の士族と敵対していたことが、記されている。イギリス領インド陸軍将校のチャールズ・エガートンは、沿岸部の部族であるハーベル・ジャーホジーズ、ワルサンガリ、マジェル庭園などはいずれも、村への敵対を公言していると記している。なお、この時代の建物は、現在では、ドゥルバハンテトリデと呼ばれることが多いが、 植民地時代の資料では、ダービッシュ取りとされていることが多い元ダービッシュ国の軍人である伊勢原アフィカドによれば、タレがダービッシュ国の首都に選ばれたのは、ヌガール渓谷がダービッシュ国の主力であるドゥルバハンテ氏族の領域の中心地であり、イギリス軍の拠点やイギリスとライード条約を結んで、ドゥルバハンテ氏族と敵対するマジェルテン氏族、ワルサンガリ氏族、 オガデン氏族などの拠点と離れていたためだった。タレーはこの町に作られた、ダービッシュ国の要塞の名前であるが、厳密にはこの町にある4つの建築物、フィロとシルセラット、ダイラロ、タルの中の一つである。最大の建築物はシルセラットで、長さ約350フィート、幅約300フィートである。その背後の丘には見張り台であるダイラロがあり。 高さ約50フィートである。その手前の定置に同じぐらいの高さのタレーがある。タレーの近くには、ダービス四国に味方して1907年に死んだ元、スルターンでもあるヌルアフメドアマンの墓がある。サイードムハンマドの母親の墓もある。1931年に作られたタレーの地図。要塞跡のほか、サイードムハンマド、スルタンヌールなどの墓が記載されている。 1919年から1920年にかけて、イギリス軍は空爆で、サナーグ各地のダービッシュ国の砦を攻撃した。ダービッシュ軍の拠点はタレーのみとなった。1920年2月4日、イギリス軍はタレーを爆撃し、数日後に占領して、ダービッシュ国最後の拠点を打ち破った。これらの戦闘で、ダービッシュ国の司令官、イブラヒム・ブクルと長年の幹部、 ハジス・ディが戦死した。幹部の一人、ユスフザイルは、元ダービッシュで敵側に寝返ったアブディデレに捕らえられ、後に処刑された。首領のサイード・ムハンマドは、オガデン地域に逃亡した。サイード・ムハンマドが1920年4月に、イタリアのソマリア総督に宛てたアラビア語の手紙には、タレーの砦は、ダービッシュ国27の砦の一つであると、記されている。 サイド・ムハンマドはこの手紙の中で27の砦が空爆後に中の資産とともにイギリス軍に盗まれたのでイタリアに調停してほしいと述べている。1974年から1975年にかけてタレーを含むヌガール渓谷は大干ばつとなった。ラスアノドタレー関連地図ソマリア内戦が始まったタイミングでスール地域は干ばつとなり、 特にタレー周辺の被害は大きかった。地元の遊牧民は資産を大きく失い、近隣の都知らすあの土などに移住した。2009年には、タレーで選挙で選ばれた市長と地方議員との間に内部対立が生じていると報告されている。この時点でのタレーの町では、女性には選挙権も非選挙権もないと報告されている。2011年3月、タレーの長老会議は、 ソマリランド軍のスールからの撤退を求めることを決議した。さらに2011年12月26日にはタレーで SSC 会議が開催され、長老のアブディーザハイエナなどが参加した。2011年8月、ソマリランド軍とプントランド軍がタレーで戦闘を行い、少なくとも3名が死亡し、7名が負傷。2012年1月9日、ソマリランド警察は、 タレーの氏族会議に関するニュースを放送したラスアノドのユニバーサル TV の記者を会議の内容を歪めて報道したとの疑いで逮捕した。2012年1月12日、ドゥルバハンテ士族がタレーを首都としてチャツモ国の独立を宣言。ただし国際的にはもちろん隣国のソマリランド、プントランドもこれを認めず。2012年11月、2012年、 ソマリランド市議会選挙が行われたが、タレーでは安全上の理由から投票は行われなかった。2013年11月、プントランド軍とジャツモ軍の衝突があり、民間人も数名が死亡した。タレーの住民の多くが近隣に避難。避難地域で下痢や肺炎などの薬病が発生。2014年2月、タレー地域でライバル氏族同士の戦闘が行われた。 2014年4月中旬、ソマリランドは数百人の軍を送り、他例を占拠した。石油利権をめぐっての動きとみられる。ソマリア問題担当のニコラス・ケイ国連事務総長特別代表は、ソマリランドとプントランドの対立を懸念し、国際連合ソマリア支援ミッションによる調停を強く要望した。ソマリランド軍は占領後1日で撤退。 2014年6月にもソマリランドはタレーを一時的に占拠した。ソマリランドは2014年後半にも軍を派遣し、タレーを一日だけ占拠している。2015年4月、タレーでサマカブアリ氏族とファラアリ氏族の対立があり、5人が負傷。2015年12月、ソマリランド政府は外国企業にスール地方での石油調査の許可を与え、その企業が タレーとフドインの石油調査を行ったため、プントランドはこれをソマリランドによる挑発だとして、避難した。2016年5月、プントランドの保健長官がタレーを訪問し、出産センターの組織を設置した。これは、地域住民からの訴えに応じたもので、住民は迅速な対応を歓迎。2016年12月、この地方が干ばつとなり、プントランド政府がタレが、 自分たちの支配下にあると宣言していたにもかかわらず、ソマリーランドの内務長官をはじめとする代表団が、タレーを含むスール地域のいくつかの町を訪れ、干ばつの状況を調査している。2017年、プントランド統領のアブディウェリガースは、モハメド・ローブルイセをタレー地区委員に任命。これに対して、ソマリーランド政府は、タレーが2年前からソマリーランドが統治しているとして、反発。 2017年ソマリランド大統領選では、タレーが初めて選挙区となり、ソマリランドの影響が深まっている。この時は、ラスコレーなどでは、投票が行われなかった。2018年6月、タレー地区の長老が行った記者会見会場で、サームニューズ TV の記者がソマリランド警察に逮捕された。2019年4月、ソマリランド軍と、 親ソマリランド民兵がタレー地区を支配した。ジャツモ軍は戦闘せずに撤退した。2019年4月、タレーで水不足が原因の下痢症状が発生した。タレーには病院がなく伝統的な家庭薬で対処しており、一部の患者はソマリランドが支配しているラスアノドに、別の患者はプントランドの首都ガロウェに運ばれている。2019年12月、 ソマリーランドの情報長官がタレーを訪問した。二千二十年七月、ソマリーランド保健省がタレーをはじめとした廃止も地区にコビットナインティーンのための医薬品を届けた。二千二十一年一月、ソマリーランド政府はタレーを含むスール地域の有権者登録を開始。タレー地区に設けられた投票所は一カ所で、投票券の配布は三月十五日までの三日間の 予定だったが、一週間の延期が発表された。この辺りの住民の多くは遊牧民であるが、寒気には定住する。ただし干ばつ時には長距離を移動するので、他例の住民は、必ずしも他例の定住民ではない。2002年の冬の調査では、他例地区の住民は29,660人。二千五年の調査によれば、レ例地区の住民は三百五十四人で、 デュルバハンテ士族が多い。タレーを中心とするヌガール渓谷は第4期の堆積物が多く、アウらず石灰石とタレー上発岩で構成されている。ありがとうございます。